皆さんこんにちは。私たち現役女子大生を中心としたグループカレッジコスモスです。さて今回は前回に引き続き、はい、自己 PR 大会です、ね、今回も個性豊かな自己 PR を見ていきたいと思いましょう。楽しみですね。はい、それではどうぞ。はい、それでは夏希の自己 PR を始めさせていただきたいと思います。頑張る。はい、ということでこの画面なんですけれども、私日本女子体育大学の舞踊学専攻っていうところに通っておりまして、こちら学内で行われた、ま、公演の一部なので、探せば私がどこかにいるんですけれども、まとめて探して難易度高い。急に多分見つけられます。じゃあ次いっちゃいます。はい、ということでこちら簡単なプロフィールになっているんですけれども、こちらクラシックバレエの発表会で踊らせていただいた写真で、まあ触れるとしたら、まあ、ニックネームなっちゃんなので、なっちゃんって呼んでくださったら嬉しいです。あと見た目の特徴としては背が高い。そうだね、170cm もあるんだ。そう、この間測ったら170ぴったり、ちょっとぐらいかな。すごい。あって、こう食べて寝たら、で踊ってたら大きくなっちゃった気づいたら170ちょっとってあった感じなんですけど、あとは、まあ、髪の毛がずっと長い、ちっちゃいというか、ずっと長くて、まあ見た目は、なんかもう分かりやすい見た目はしてるかなって、うん、あんま切ろうと思わなかった思わない、結局頑張って伸ばしてるの。そうなんだ。夏希を一言で表すとシリーズをやっていきたいと思います。面白そう。なんか面白そう。1、ガッツのあるど根性娘。そして2は、ピュアらしいが好き。なんか見た目は大人、中身は子供みたいな、よく言われるんですけど、それなんか名探偵みたいな、そう、なんかちょっと聞いたことあるフレーズで、なんかピュアってよく言われる、天然ではない、ピュアらしい、あの一言って言ってるのに名探偵みたいな感じが全然出てるんだよ。上で半月板と靭帯を損傷。半月板ってどこ？膝のお皿？私内側なので、あのお皿っていうよりもっと内側なんですけど、しかし半月板が機能しないまま1時間弱飛んだり回ったり踊るということで、こうバレエ のトーシューズって分かる？を履いて、まあ、1時間弱もう全然、もう着いたら全部抜けてっちゃう、全然いい時もしなくて、でもそのままあのバレエとかでよくあるこう回るやつとかも左足軸でやったりとか、もうジャンボとかも普通にしてましたけど、頭の中は真っ白だったんだけど、じゃあさっきのやっぱガッツのあるど根性っていうのがそう、株につながっていくんじゃないかなって思ってるんですけど、お医者様に手術をしないともう二度と踊れないどころか歩けなくなるよって言われたんですけれども、筋トレだけで乗り切って怪我から19日目でバレエのレッスンに復帰いたしました。いや手術が怖いのでちっちゃすぎない？ちっちゃいですよ。そう、遅く入るんだよね。インフルとかさ、注射するじゃん。ああいうのとかもよく逃げ回ってね、今年になって割と涙目になって受けてるのに、そんな膝に穴開けてこんなんできないと思ってたし、なんかね、メスみたいにやられるの無理と思って、どちらにしても半年以上、手術したところで半年以上踊れなくて、だったら筋トレしてやるかと思って筋トレを、麻酔とかあるから痛いじゃん。麻酔したら治ったの？そう、うん、それなんですけど、なんか間違った。ここで突如の夏希豆知識で、今マリリンからもあったように、私実はまだ半月板割れたままです。嘘でしょ？はい、左足の半月板割れたままで、骨ってやっぱ骨折したらくっつくんですよ、勝手に。で、靭帯もくっついてるんですけど、半月板骨みたいにくっついてくれないので、なので多分割れたままらしくて、多分ネット情報とかにお医者さんとかによると半月板くっつかないよって言ってる。ネット情報でしょ？そう。あとお医者さんもくっつかないから手術した方がいいよみたいな、そうね、言ってたけど、そうだから多分手術してないから割れたままです。いや私は3歳から18年間クラシックバレエを
やってきました。で、日本女子体育大学の舞踊学専攻に進学してからは、まあ、こちらの、まあ、タップダンス、ジャズダンス、コンテンポラリー、モダン、シアター、ヤルビ、ダンスラビ、まあ、とうとういろいろやらせていただいていて、で、アイドルさんが大好きだったので、こうテレビの前でこうライブ映像とか見ながら踊っていたんですけども、カレッジコスモスのメンバーになって、踊りがお仕事にならせていただいて、すごい幸せだなって思います。3、弟と仲良し。8つ年の離れた弟がいて、さっき半月板割れた時にあのお医者さんのこう絵を出したんですけれども、そこの右下にあった、まあ、紙とか人形とか鶴の折り紙とかあるんですけど、そういうのも弟からもらったもの、なので、まあ、よければ戻して見ていただきたいんですけれども、そんな弟とシミラールック、まあ、似ているお洋服を着て夢の国に行ったりだとか、あとお勉強を、まあ私は教えてもらっている方なんですけど、どこから弟に、まあ、数学の私の単位を救っていただいたりだとか、社会の覚え方を教えてもらったりだとか、まあ、どっちかといったら私が救ってもらっている方ではあるんですけれども、2人でお勉強したりだとか、あと年明けに私運転免許を取得して、今すごい運転にハマっているので、それで用事先にお出かけしたりだとか、あとはまあ習い事に連れて行ってあげたりとか、本当に弟と仲良くしているんですけれども、大きな旅行も今後できたらいいなっていうので計画しています。かわいい、羨ましい。ということで最後にこれは宣伝ですかね。SNS をね、毎日投稿しております。で、インスタグラムとツイッター、本当に毎日欠かさずに投稿させていただいておりますので、こちらでもかざせばいけるよね。できるのかな。かざせばいけるよ。フォローしていただけたらね、とっても嬉しいと思うんですよ。なので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、以上、夏希の自己 PR でした。はい、これからはセガマリンについての自己 PR をしたいと思います。イエイイエイ。北海道出身ですね。北海道の札幌です。あ、地図をね、はい、地図出した地図出した地図出した、はい、5人兄弟の次女です。5人兄弟多いんだ。多いんですよ、男の子1人だけなの。へぇ、次、サソリ座の女です。強そう強そうでしょ。 そして寒さに強い、やっぱり雪国出身ということでね、寒さにはすごい強い。そして4歳から私は音楽に触れ始めました。歌とかダンスとかピアノとかいっぱいやり始めました。私の性格は人見知りをしない、結構ね、フレンドリーでどんな人にも話しかけられちゃうっていう特徴があります。そうそう、次、前向きガール。何でもね、ポジティブにね、なんか物事を考えてしまうんだよね。いいことなのかわかんない。え、ツッコミ、はい、挙手でお願いします。はい、はい、どうぞ。デコったね。そう、あのね、デコリをわからなくて、パワポのもう、なんか真面目なやつしかやったことないから、デコリがわかんなくて、これ精一杯の私のなんかデコリなの。かわいい。かわいいでしょ。写真じゃなくてイラストなんだね。そう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 。え、でもこれからね、いっぱいまだまだデコリが出てくるんで、楽しみ。はい、そして努力好き。努力することとね、なんか継続することが大好きで、一回始めたこととかずっと続けるのが得意です。今ずっとやってることって何？今は、なんか上京してきて大学生になってからなんか挑戦してるのはギターとか。あー、そうそう、お家でできることとかやってる。あとネイルの研究とかやってる。あー、いいじゃん。してほしい。やってもらいたいね。いつか、じゃあ機械持ってくるわ。あー、欲しい。真面目。こう見えて真面目なんですよ、私。まあ、でも出てるよね、このパートでしょ。これみんなに伝わるとすごい嬉しい。真面目なところがね。次、好きなことと好きなものですね。食べること。あ、食べてる、食べてる。ご飯食べること大好きなんですよ。ね、次、コスメ。うん、さ、コスメ集めたりするのが大好きなの。え、可愛いでしょ、デコリ。デコリのセンス。写真を撮ること。なんか風景とかね、ご飯とかを撮るのが好きで、ハマってます。なんかうちゃんすごい詰まってるけど。次、歌うこと。歌うこともすっごい好きで、そうそう、毎日歌ってます。上手だもんね。いやいやいや。え、デコリ可愛いでしょ。デコリのセンス。すごいね。なんか白米カメラこそね。わかりやすい。わかりやすい。シンプルだから、本当に。で、この好きなこととものの中で食べることにちょっと注目してみて、はいはいはい、好きな食べ物、ランキングとかじゃないんですけど、私の好きな食べ物、はいはい、ラーメン、
やっぱ北海道ってついに写真が撮れたよね。実写。北海道ってラーメンが、そう、実写か。ラーメンがね、すごい有名で、味噌ラーメンが大好きなんですよ。へぇ、美味しそう。ちなみにこれお店の味噌ラーメンで、右が自分で作った味噌があって、次、焼肉。焼肉みんな好きだよね。好き。チョコレート。もう愛してやまないです。あ、そうだったんだ。アイスクリームが大好きです。あ、そうなんだ。アイスクリーム本当に大好きで、毎日食べてるぐらい好き。そうだったんだ。超好きなんですよ。次、餃子。餃子も本当に好きです。ね。あ、いいですか、はい、ですか、はい、焼肉とチョコレートとアイスの実写はない？あ、入らなかった。なんか、ちっちゃくすると見えないかなって。なるほど。これはね、ちょっと選ばれたもの。選ばれたもの。そうそうそう。次、お寿司。あ、お寿司なんでお寿司の写真がなかったの。わざわざ撮ってなかったの。実写次、最近私の中で流行っているものとことですね。はい。釣りです。釣りは本当に、ね、全部笑ってる。釣りは本当にね、大学生になってから始めたんですよ。え、そうなんだ。北海道でやったことがなくて、こっちに来てから、まあ、長期休みとかで渓流釣りに行ったりとか。北海道の方が、なんか海たくさんね、オホーツク海とかね。って友達にも言われましたね。そうなんだけど、やったことがなくて、なんか多分、近ければ近いほど、なんかそういうのって目に入らないというか、そうやったことがなくて、渓流釣りとかにハマってます。次、美容グッズ集めにハマってます。ネイルを集めたりとか、パックとか美容液とか、が最近すごいハマってて、赤ちゃんと結構ね、情報交換、ね、そうしたりするんだよね。見に行ったよね。そうそう、一緒に見に行ったりとか、散策してる。次、アニメを見まくる。最近見てるよね。そう、最近すっごいハマってて、そう、なんかジャンプ系、男の子系のすっごいハマってる。で、最後になんですけど、カレッジコスモスの中の私の役割というか、そう、なんかこれはやっぱね、メンバーじゃないとわかんないかなと思って、ちょっと紹介しています。まず、ツッコミ役です。確かに、あの、本当にボケが渋滞していて、メンバーは本当に、もうアホなことをいっぱい言ってくれるんで、鋭くいつもツッコんでます。で、特にくんちゃんとね、アイリンのツッコミはめっちゃ気持ちいいね。え、狙ってんだよ、これ。ボケてない。いつもなんかどう対処しよう、対応しようってね、考えてるんです。ありがとうございます。こちらこそ。次、お会計係ですね。そうだね。そのみんなでご飯とか行くと、基本みんな私にお金を集めてくるので、確かに確かに、レジで私が出します。で、みんな、なんかわかんないけど、マリリンに渡せばいいかなって。みんなが言っちゃうんだよね。みんな集めてくる。まあまあ、いいんですけど。最後に、世話焼きおばあです。みんなの面倒とかを見るのがすごい好きで。はい、はい。なんかあるって言ってください。どうしますか。何もない、大丈夫。どうしますか。おば、なんでおばあ。お姉さんっていうキャラじゃないかなと思って。いや、お姉ちゃんね、可愛く。うん、嬉しい。兄ちゃん可愛くおばあにしてる。可愛いの。なんか兄弟に下に3人いるから、やっぱ面倒見るのとかすごい好きで、みんなも可愛いね、子たちだから。そうそうそう、世話焼きおばあのキャラなんで、私は。じゃあこれから焼いてもらいましょうか。もうすでに焼いてるよ。ついにということで、私のシンプルイズザベストの発表を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで見ていきましたけど、どうだった？そうですね、なんかなっちゃんの根性さとか、うん、マリリンの、なんか実は真面目なんだっていうところとか。そう、パワーポイントの色から、なんかみんなの個性がすごく伝わってきて、すごい楽しかったね。ね、こういう企画もね、なかなかないから、本当にもっとみんなのこと知れたと思うし、良かったよね。ね、皆さんも知っていただけたでしょうか。ということで、以上、カレコス自己 PR 大会でした。バイバイ。次回もお楽しみに。